こんにちは、コウスケです。先日こんなコメントをいただきました。はじめまして、いつも拝見しております。コウスケさんの影響で最近車中泊を始めました。何度か車中泊をして欲しくなってきたのがポータブル電源です。何を買おうか悩んでいます。冬の車中泊はしないので、1泊だと 1000W クラスで十分だと思うんですが、2泊や3泊した時に容量が足りるか不安です。朝食や晩ご飯でコスケさんのようにホットサンドを作ったり、カップラーメンを食べたり、コーヒーを飲んだり、お惣菜を温めて食べたりしたいと思っています。かっこ今はコンビニで買って食べています。走行中の充電はコンセントのない車なので、シガーソケットからする予定で、1000W クラスでも充電しながらであれば2泊余裕で使えますか？それとも 2000W クラスあった方がいいでしょうか？どのくらいのスピードで充電されるかわからないので悩んでいて、アドバイスいただけると嬉しいです。こんな質問をいただいたので、今回も実際に2泊3日車中泊をして検証してみましょうか。2000W クラスのこの E-NO のポータブル電源を持っていきたいと思います。スペックなんかは後で紹介いたします。どこに行きましょうかね。N 番で行けなかった北海道命名の地を目指して、で途中買い物なんかをしながら車中泊いたしましょうか。で今回は久しぶりにステップワゴンで行きたいと思います。では準備して明日の朝出発いたしましょう。さあ朝でございます。出発の準備も整ったので行きましょうか。ステップワゴン久々なので足りない荷物がないかちょっと不安ですね。天気は良好でございます。気持ちのいい朝ですね。こうやってステップワゴン乗って車中泊行くの本当久々ですよね。去年の7月以来でしょうかね。ステップワゴンやっぱいいですね。乗ってて楽しいと思います。でこの後日本海側に出るので、今恵庭市かな、日本海側に出てオロロンラインを北上し北海道命名の地を目指したいと思います。今日一応初山別の無料キャンプ場で車中泊する予定です。では一気にオロロンラインまで行きましょうか。なんか微妙に雨が降ってきましたね。でも午後から晴れるはずなんで大丈夫だと思います。あ、せっかく佐藤水産の前通るのでここでおにぎりだけ買っていこうかな。今日はある程度調理をしてポータブル電源を使っていきたいので、おにぎりだけにしておきましょうか。さあそれでは買ってまいりましょうか。結構お惣菜も北海道の食材を使ったものが多いんですよね。わ、満腹サイズのめっちゃでっかいのも出てる。これ買ってみようかな。通常580円ですが860円のおにぎりですよ。買っちゃいましたよ。でかおにぎり860円。人生で一番高いおにぎりだね。もう1000円ですよ、約。じゃあ今日晩ご飯はこれ食べましょうか。では、あと、タコのトンビかなの串なんかも買ってきたので、それは温めて食べたいと思います。よし、それじゃあ、オロロンライン北上していきましょうか。雨止みましたね。雨止んで、向こうの方は、天気も悪くないんじゃないでしょうか。さあ日本海が見えてきました。こっからどんどん北上していきましょう。今日夕日綺麗に見えるといいけどね。ちょっと西の空は雲があるかな。今日天気微妙な感じですが、海は穏やかだよね。今回の相談は
2泊とか3泊する場合、まあ、2000ワットクラスがいいか1000ワットクラスでも足りるかっていう感じだと思うんですが、今回2000ワットクラス持ってきてますよね。で、2年ぐらい前にフリードプラスで3泊4日の車中泊旅を2000ワットクラス持ってしたことがあるんだよね。で、その時シガーソケットから充電して使ってたんですが、確かね 50% を途中で割り込んだんですよ、2日目か3日目で。なので遠慮なく使うと多分1000ワットクラスだと足りないと思う。 50% 下回るってことは1000ワットアワー以上使ってるので、まああの時すごいいっぱい料理したんで、なので使い方次第だと思うんですが、まあ、今回充電のシガーソケットからの充電のスピードも含めてどのぐらい使ってるか、そしてシガーソケットから充電できるかを見ていきたいなと思います。ではこの先にある羽幌町で最後の買い物をして初山別のキャンプ場に向かいましょうか。羽幌町は甘エビが有名なので、甘エビのなんか買えればいいね。あ、甘エビファクトリーが営業してるのでここでなんか買いましょうか。うわー、甘エビ丼食べたいね。これ本当美味しいんでおすすめなんですが、今日は別のものをなんか買ってきましょうか。甘エビのクリームドリアを買ってしまいました。650円ぐらいかな。ただこれ電子レンジがなきゃ作れないらしいんですよ。なんですがちょっとホットサンドメーカーで挑戦してみようかな大丈夫かな、まあ、やってみましょう。それでは行きましょうか。初山別のキャンプ場に向かいたいと思います。ここですね。ここ来るのも久々でしょうかね。さあ到着でございます。お腹空いたのでご飯に、早速ご飯にいたしましょう。これ凍ってるんでここでちょっと解凍しておきます。よっと。なんでステッパーゴンこんな広いんだろうね、まあ、ボディサイズちょっと大きいっていうのもあるけど、やっぱここ何もないのがでかいのかな。気持ちいい。ここ開けてご飯食べたいんですが、虫いるかな。で、今回テストに持ってきているこの E-NO の 2000W クラスのポータブル電源ですが、スペックは出しておきます。充電も早いし出力も 2000W まで使えるし、で、音も静かだしと。この P2001 は2000ワットクラスの中でも圧倒的にコスパの高いことで有名なポータブル電源ですよね。価格も安いので本当おすすめで、僕もよく使っているポータブル電源ですが、今バッテリーの容量は 100% でフル充電されている状態でございます。今日はここから使っていきましょうか。まだ5月下旬でそんなに虫も多くないので、多分これで解放したままご飯食べても大丈夫じゃないかな。多分ちょっと日が落ちるとすぐ寒くなってしまうと思いますが、ご飯食べましょうか。サーモンファクトリーで買ってきたタコトンビ、タコの串焼きですね。タコのトンビの串焼き。じゃあまずはこれを温めましょう。300ワットぐらいでやんわりと温めていきます。で、その間これ食べましょうか。初めて食べるデカおにぎり。もともとデカいんだけどさらにデカくなってるみたいだね。人生でこんな大きいこんな大きいおにぎり食べることそうそうないんですけど、
まあでもこの前あの塩むすび食べましたよね、でっかいの。じゃあ割ってみましょうか。じゃじゃん、おーすごい、筋子がたっぷり入っております。端っこまで入ってるね。じゃあいただきます。うまい。もうこれは筋子の塩加減が絶妙なんだよね。さあもう温まったかな。あ、あったかいね。それではタコの串、タコのトンビだね、いただきます。お、うまい。甘いタレがついててコリッコリ、コリッコリですね。美味しいです。甘エビドリア行きましょうか。これは絶対美味しいと思うんだよね。本来の作り方はこれ電子レンジに入れて解凍して、でオーブントースターで焼き色つけるらしいんですよね。だけど多分ホットサンドメーカーは万能なので、よっとこれで焼けると思うんだよね。じゃあこんな感じで焼いていきましょうか。果たして美味しくできるんでしょうか。まだちょっと凍ってるんで弱火でじっくり焼いていきたいと思います。ちなみにこの P2001 系のファンの音なんですが、僕カメラこの本当ポータブル電源の横に置いて撮影してるんだよね。だけど全然ファン回らないので無音ですよね。もう本当静かな、静かなポータブル電源だと思います。さあそろそろ、そろそろ食べれるんじゃないかな。うん、いけると思う。めちゃくちゃエビの香りがしますね。で、このダイソーで買ってきた木製のフォークで、これこのまま燃えるゴミで捨てられるので、これでいただきましょう。最後トースターとかで焼くと、ちょっと表面焦げて、もっと美味しそうにできるとは思うんですが。っていうか、エビがそのまま入ってるんだね。いただきます。うん。すごい甘エビの香りが濃厚で、多分エビのエキスが上のこうソースに練り込まれてるので、すごい美味しいね。香りも味もエビです。ごちそうさまでした。いやー食べたね。ではこの後、少しゆっくりして、寒くなってきたらここ閉めたいと思います。あ、あとあれだね。スマホとか、パソコンとか、USB 使って充電しておきましょうか。この P2001 は、パワーデリバリー 100W の USB-C が2つついてるんだよね。 USB の出力もかなり大出力なので、車中泊の時の充電にも便利でございます。ちょっと仕事をしに来るにも最高の環境だよね気持ちいいから、家にいるよりもずっとはかどりますよね。ちなみに後ろのこのベッドキットを使って、ここをテーブルにして、で、フロアに座ってるんですよね、僕。かなり快適ですね。お、だいぶ日が落ちてきたね。そろそろ夕方の日差しになってきましたね。もう少し太陽が落ちて日の入りの時間が近くなったら、外行ってみましょうか。
今日は海も穏やかで綺麗ですね。いやー、思ったより寒いね。手袋つけていこうかな。ではそろそろ日も落ちるので日の入り見に行ってみましょうか。お、綺麗だね。ちょっと水平線のあたりは雲かかってるかな。この辺からだと綺麗に見えるかな。気持ちいいね。じゃあここで日が落ちるまで待ちましょうか。もう太陽は完全に落ちてしまいましたね。ちょっと雲が多かったので日の入りの瞬間は見ることはできませんでしたが、それじゃあこの後は車に戻って車中泊の準備いたしましょうか。いやー寒かった。ストーブあれば使いたいね。さすがに持ってきてないので、あったかい格好に着替えましょうか。さあ、もこもこのフリースに着替えました。これ着てれば寒くないね。じゃあもう少ししたら寝る準備いたしましょうか。今日は電気毛布使って寝たいと思います。今のバッテリー残量は 89% ですね。パソコンとかタブレットの充電をしているとこのぐらいまで減りました。で、この後多分電気毛布使うので、明日の朝どのくらい残っているか気になるところですね。シガーソケットの充電で間に合うぐらい残っていればいいですけどね。さあ、寝る準備が整いました。今日は寒いので電気毛布入れてます。温度は一番低くしているので、消費電力はかなり少なめですね。そんなに電気使わないと思います。では寝ましょうか。ちなみに電気毛布ぐらいの消費電力だと、この P2001 は無音ですね。全くファンが回らないので静かに寝ることができます。で、明日朝起きてゆっくり支度して北海道命名の地向かいましょうか。それでは今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。夜結構寒かったんですが、電気毛布のおかげでぐっすり眠れました。では片付けて朝食にいたしましょうか。外は天気良さそうですね。今日の天気は曇りかな。でも青空もところどころ見えてて気持ちいいですね。さあ、それでは朝食食べましょうか。今日はこの後ご飯食べて北海道命名の地に行きましょう。天気予報は晴れなので多分この後晴れるんじゃないかと思います。昨日電気毛布使って寝たのでバッテリー結構使いましたね。残量は 64% となっております。なので昨日1日で 35% ぐらい使ってます。北海道の5月6月だと電気毛布使うこともあるので、このぐらい使うでしょうね。で、朝食なんですが、昨日留萌の道の駅だったかな、で買ったマシケマルシェの濃厚甘エビだしマシケスープカレーでございます。ハボロとかマシケとかあの辺はエビが美味しいんですよね。
エビドリア昨日食べましたが、今日はエビスープカレー、これをいただきましょう。エビラーメンとかもあるので、それも美味しそうだったんだけどね。いやでも車内明るいですよね。やっぱりこの辺の窓が塞がってないので明るい開放感があります。うわ、すごいいい香り。ちなみにスープカレーって本来はご飯とスープは別々のお皿に入れます。カレーライスのように一緒には入れないんでね。うわー美味しそう。めちゃくちゃいい香りしますよ。ちなみに僕は普通のカレーよりもスープカレーの方が好きで、よく食べに行ってます。じゃあいただきます。うん、うまい。ちょっと甘めだけど美味しいスープカレーだね。甘エビの香りがすごいすごいしますよ。出汁も出てます。ではコーヒーいただきます。うまい。で、今日使った電気なんですが、今残っているのが 57% ですね。半分まで使いませんでしたが、すでに半分近いところまで使用しております。で、よっと、このシガーソケット充電用のケーブルを使ってどのぐらい充電されるのかというのも今回チェックしたいことの一つですよね。じゃあこれ飲んだら出発しましょうか。では充電していきましょう。シガーソケットからの充電スピードってポータブル電源によって違うんですが、この P2001 はだいたい 100W ぐらいで充電されてますね。なので単純計算10時間で 50% ぐらい充電されるイメージでございます。北海道命名の地まではだいたい60キロぐらいでしょうかね。1時間ちょっとで着くんじゃないかと思います。それでは出発ですね。ルートは、じゃあ行きます。前回来た時気づかなかったんですが、なんか松浦武四郎のなんかがあったね。今ちょっと通り過ぎちゃったんで U ターンして戻ってるんですが、どこかな。あ、あったあった、ここだ。よっと、なんだろうあれ。ちょっと見てみましょうか。天塩川歴史紀行、6月10日調査5日目。あ、そっ
か、松浦武四郎が書いた手塩日誌からの抜粋なんでしょうかね。手塩日誌からタバコは単なる嗜好品としてではなく、寒さをしのぐことができるものであり、風邪を治す効果があるとも言われていたようでございます。あ、すごい。松浦武四郎が泊まった場所が書いてあるんだね。これから行く北海道命名の地も松浦武四郎が行ったところですよね。いや、すごいね。ここを進んで天塩川のそばを松浦武四郎は歩いたんでしょうかね。天塩川到達点、名寄川到達点、ずっとこの天塩のあたりを歩いてたんだね。で、ちょっと先に行くと北海道命名の地があります。さあ、では行きましょうか。ほんと虫すごいね、ここ。こっから北海道命名の地までは20キロぐらいでしょうかね。松浦武四郎は歩きましたが、僕は車で行きたいと思います。あ、音イネップ村に入りましたね。音イネップ村に入るともうすぐそこだと思います。で、北海道命名の地は多分今いるこの左側だと思うんですよね。この森の中をずっと奥に行ったところだと思うんですが、直接は行けないのでぐるっと回って N 番で行った道を降りていきたいなと思います。通れるかな。あった、ここだね。松浦武四郎北海道命名の地。木が倒れてて、前見た時は行けそうになかったんですが、あ、大丈夫かな。前回ここ雪すごかったですよね。倒れた木も綺麗に片付いております。前回来た時から1ヶ月ちょっとだよね。今5月の末で、前回4月の20日ぐらいに来てるので、もう全然雰囲気が変わりましたね。で、ここクマが出るみたいなので、かなり気をつけて行きたいなと思っております。で、車はここら辺に止めるのかな。あ、そうだね。見てこれ、車両進入禁止、クマ出没注意。よいしょ。じゃあその辺に車を止めて行きましょうか。で、非常に危険なので、とりあえず鈴とかは持っていくんですが、これでクマが逃げてくれるかどうかね。うわー、いそうだな。あ、でもすぐそこだね。あのクマが出たら走って逃げれそうなぐらいの距離なので、行きましょうか。いやー、出たら怖いね。今年クマめちゃくちゃ多いので、ほんと気をつけないと危ないですよね。鈴の音程度でどっか行ってくれればいいんですが。さあ、ありましたよ。ここが北海道命名の地でしょうね。北
海道命名ゆかりの地、北海道命名の発想、武四郎はアイヌの人たちと共に手塩川を探査し、手塩日誌として書き残しました。明治2年7月17日、武四郎は同盟に関する意見書を提出。候補に日高御堂、北海道などの六道を提示。まさにこの地で、あえとも長老と出会ったことから生まれたのが北海道という名前みたいです。松浦武四郎北海道命名の地でございます。今この北海道命名の地にいるんですが、ちょっとこの後南下してみようかな。この下川町あたりだと思いますが、この辺にこの後は目指してみようかなと思っています。じゃあすぐ後ろの手塩川を見て帰りましょうか。熊と出会う前に帰りたいよね。まさにここでこの北海道の名前が生まれたわけですね。気持ちいいね。いやでもこの辺はドキドキしますね。いつ遭遇するかわからないので急いで車に戻りましょうか。いつも思うんですけど、ホンダの車って自然の中に入るよね。なんだろうね、デザインかな。ベデルもフリードもステップワゴンもなかなか大自然が似合う車じゃないかなと思います。というわけで1日目の動画はこの北海道命名の地で終わりにしたいと思います。ちなみに現状ポータブル電源の残量ですが 57%。 あれ、あまり充電されてないね。1時間で 5% くらい充電されるかと思いましたが、ほとんど充電されておりません。おかしいな。いや、エンジンかければちゃんと充電はされるので、充電はされてるんでしょうね。まあ、今日一日充電しながら走ってみようと思います。というわけで今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。